気持ちいい。やべえ気持ちいい。いいよ。すげえいい。はい、こんにちは、ピカです。今日ね、この458スペシャルでね、走ってます。日本のね、街並みを走れるね、まあゲームですね。ドライブクラブっていうゲームをやっていきたいと思います。ほら、街中走ってる感じ、結構リアルだね。あー、いい景色じゃないですか。日本の風情がありますね。とてもイギリス人が作ったと思えないんだけど、いい音するね。あ、すげえ綺麗だよ。ホイールに優しい歩道だね。アイスクリーム屋さんに行きたいね。記録を叩き出せ。ちょっとね、ゆっくりね、この街並みをね、見ていきましょう。ああ、いいじゃないですか。あ、よくできてる。ほら、VR と全然画質が違う。本当になんかね、こうドライブしてるみたいだね。ああ、いい感じ。本当にある。左側通行したくなる。雨もできるんだね。ちょっと雨やってみよう。いやー、リアルだね。雨の日フェラーリ、まあ乗るけどね、あんまりこうドア開けたくないよね。さあ行くぞ。イベント開始。ちょっとね、ゆっくりね。おお、綺麗綺麗。わあ、いいじゃん。いいね。ちょっと雨激しすぎた。ああ、いいじゃん。50キロだよ。でも気になってしまうね。ああ、早い。50キロ。ああ、いいね。もう日本走ってる感じ、いいわ。琥珀トンネルだ。おお、きれいきれいきれい。雨のこう雫が取れていく感じ。いいじゃんいいじゃん。ちょ、見えねえ見えねえ、マジで見えねえ。ああやっぱね、出口付近注意しようねっていうね。カウンターがやべえ、これマジで。おお、マジでやばいな、この挙動。はい、じゃあね、行ってみたいと思います。ちょっとね、カウンターが出づらいんだな。よし、そんな。おお、楽しい。やべ、めっちゃ滑ってる。おお、滑ってるわ、これ。いや、いいじゃんいいじゃん、これいいよいいよ。
んの道が。片方が出る。琥珀トンネル。いいじゃん。ワイパー止めよう。ワイパー自動なんだ。おお、トンネルも出るじゃない。結構な感覚だった。やばいんだマジで。トンネルの出口はあの雨が溜まってる感じ。ハイドロになるの。おお気持ちいい。やべえ気持ちいい。いいよ。すげえいい。この雨の感じ走ってるの本当に。雨の骨を全力疾走してる感じが多少する。上がったっけ。まあ事故る人事故るわなと思ってね。まあ本当に危ない。まあスポーツモードとかねモードを変えてれば大丈夫なんだけど、全カットにして雨の日だったらあっという間にスピードついてくる。これよりもピーキーな感じかな。楽しいこれ。やべえ楽しいマジで。いやマジで。ちょっと振り回してみたいけど。ほら、ミートスプリッチャー。ミートスプリッチャー。いや食いすぎるわちょっと。はい、どっち行けばいい。おお。いいじゃんいいじゃん。うう、すげえドリフトし放題だ。勝手に流れる。でも全開みたいな。ゲームならでは。すげえすげえすげえ、これはいいよ。これ楽しい。やべやべやべ、テンション上がってくる。この雨の日に全開にしてる感じ。おおすごい。あ、ちょっと待って、待ってるわ。よし、いやー楽しい楽しい。いやーこれはいいね。うん、はい、いかがだったでしょうかね。今日ドライブクラブっていうねゲームやってきました。まあねこれ本当にねすごい、まあ、リアルだよね。この VR の方じゃない方がねすごいね、街並みがリアルで楽しいなっていうね。あと挙動もね案外まあゲームアシストは入っていてゲームではあるんだけど、まあまあこのカウンターの当て方とかがかなりリアルかなっていう気がしました。はい、またねこのソフトね、まあ、ここ今チリだったりとかいろんなね国のいろんな場所に行けるんで、そういうのもねまたやっていこうと思いますんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。